伊藤都次郎伊藤都次郎から1941年3月27日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。以下及び軍党は13味、区等党、高4級禁止勲章。旧尾張藩士伊藤久隆の息子として生まれる。愛知一中、攻撃者を経て1886年12月海軍兵学校を卒業し、 1888年4月に海軍少委任官。日清戦争では、比叡公会長として出生した。海軍大学校では、兵種で学び、1897年12月、商工科を優等で卒業し、さらに戦下でも学んだ。その後、海軍省軍事課科軍務局第一課局員、常備艦隊副艦研参謀、常磐公会長、 須磨副長、笠木副長、ドイツ駐在などを歴任。日露戦争時は、大中丸乗組、佐世保鎮守府付、軍務局専任局員であった。浅間艦長、ドイツ大使館付部官などを経て、1911年12月、海軍省省に進級。水路部長、佐世保鎮守府参謀長、佐世保高渉長を歴任し、1915年12月、 海軍中将となった。クレコ省庁、技術本部長、召喚会議議員を経て、1920年12月、予備役に編入された。あと、神戸成功所社長、解剖議会理事長に就任した。1941年3月27日公挙。去年76歳。墓所は、青山霊園1位マイナス20から2。海名は、 ケンタチイン伝釈温存大古事、宗教は仏教、ありがとうございます。